審判長公表。選手の諸君は立派でした。選手は今日のような試合で日頃の剣道の成果を出してくれました。鳴る小学校の児童玄関の前には箱がある。それには、短歌だとか俳句だとかっていうのを、募集をしてて、私は断るごとにそこに、短歌はなかなか難しいので俳句をいつも考えています。今日選手たちは試合という形で、剣道の評価をしましたが、たまには児童の皆さんもやってるかと思いますが、他の方々も、俳句で表現をするというのも一つの方法かと思います。今日の大会の俳句を作ってみました。俳句というのは5・7文字で、表現をしなきゃいけないし、季語というのが必要なんですよ。存外難しくて、4つほどあるんだけど、あんまりたくさんあっては面白くないので、1つ、よくやった記念大会秋の空。失礼します。鳴る小学校の庄司と言います。今日はありがとうございました。今審判長から俳句が出たので目から飛び出しそうなんですけど、で目から飛び出してきた俳句を紹介したいと思います。全力でやった試合を天高し。Yeah.